はい、皆さん今日もおはようございます。違和感サバディの井出です。皆さん今日もお元気でしょうかはい。というわけで今日はですね、陸道と飢餓道。陸道と楽器道ですね。楽器道についてお話をしていきたいと思います。まず、陸道とは何か。6つの道と書いて陸道と読みます。日本で育った人は必ず聞いたことがあると思います。 悪いことをしたら地獄に落ちるよという言葉ですね。この考え方は実は仏教の根本的な考えを説明しているものであります。そしてですね、この日本の心に大きな影響を与えているものなんですね。仏教の基本の考え方が何かどんなものかというと、生きるものは全て苦しみからは逃れられない。 というものなんです生きることそのもの、それが苦しみをベースにしているということですね。確かに生きていたら幸せなこと、楽しいことがあるんだけれども、その中の苦しみというものからは逃れられない。苦しむということがベースという考え方なんです。人間としての命が尽きたとしても、輪廻転生をする。 つまりまた新しく生まれ変わって生き返って生きるという苦行を体験するそしてまた生きて亡くなって生まれ変わってまた苦行をするという繰り返しなわけですねそしてこの生まれ変わる場所それが6つ6種類あるとされていてそれが陸道の世界というわけですね陸道というのは 6種類の世界があるということです。その6種類がですね、天道、人道、修羅道、畜生道、楽器道、地獄道、この6つあると言われています。天道から順番に劣悪な世界になるとされているんですけれども、どの世界に行くかは生きていた時の業で決まるというわけです。業というのは 生きている間にどれだけ徳を詰めたかということですね。業というのはどれだけ徳を詰めたかで決まるということです。そしてこの陸道のうちの一つ、ガキ道について今日は簡単にお話をします。ガキ道とはですね、常に上と乾きに苦しむ亡者の世界と言われています。お腹が空いたり喉が乾くから、 食べ物とか飲み物を常に欲しているような世界そういう人たちで溢れる世界というわけです食べ物とか飲み物を見つけて一目散に駆け寄ってそれを食べたり飲んだりしようとするんだけれどもその瞬間にそのものが火となって消えてしまう火となって燃え尽きてしまうだからいつまでたっても食べれず飲めず苦しんでしまうというような世界でありますそれがガキ道という話ですね どういう人がこの世界に行くかというと、生きている間に自分のことしか考えない人、自己中心的な人、こういった人がこのガキ道に陥ってしまうというわけです。自分さえ良ければどうでもいいや、周りなんか気にしなくていいやとか、自分が幸せだったらそれが一番ハッピーとだけ考えている人はガキ道に行ってしまうという話ですね。 このガキ道についてはですね、平安時代の絵巻物についても書かれていて、どういう姿をしているかというのも調べれば見れますので、ぜひぜひね、ガキ道について調べてもらえれば、こういう姿をしているのか、うわ、見にくい姿だなぁというのを,ことを見れると思いますので、ぜひぜひ調べてみてください。で調べるのがめんどくさいという人はね、ぜひぜひこの無料コミュニティつながる日本の心で、 画像もつけて紹介しておりますので、ぜひ見に来てください。はい。で、なぜ今日はガキ道について説明したかというとですね、日本はもうすぐお盆が始まるということで、お盆のこの発祥の起源、お盆がどういうふうに始まったかとされるこの諸説があるんですけれども、その諸説に、 この楽器道が深く関わっているので今日は楽器道について説明をしていきました。お盆についてはまた後日タイミングを見計らいながら話そうと思っていますのでお待ちください。はい。というわけで今日はですね、陸道と楽器道についてお話をしていきました。日本の心あなたの日常にということで今日もよろしくお願いします。はい。というわけでですね、今日のタイトルに入っていきます。 自国の代表というお話をしていきます。内容に入っていく前に一つお知らせをさせてください。アニメーションプロジェクト、ライスバーガースタジオというのを行っております。このプロジェクトでは続けるのが難しい、なかなか続けられないとされている日本語学習のお手伝い、もっと楽しく勉強できるような環境を作るようなお手伝いをしたりだとか、 敷居が高いとされる日本文化。この日本文化をもっと楽しくフレンドリーな形で学べるようにしたいという思いを持ってプロジェクトを作っています。今はですね、YouTube、Instagram、TikTok で 動画を一本上げている、週に一本ぐらい上げているような状況なんですけれども、これからまだまだこのライスバーガーを飛躍させていきたいなというふうに思っています。体系化された日本語学習コースであったり、もっとハイクオリティな日本文化学習アニメというのも作っていきたいと思っております。それらを実現するためには皆さんの応援が欠かせない。 ということなので、皆さんぜひぜひ応援の方よろしくお願いします。ライスバーガーを見たことがない人はですね、この概要欄のリンクからぜひぜひチェックしてみてください。そしてね、もし気に入ってもらえれば、このパトレオンという支援サービスもありますので、ぜひそちらの方もチェックしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。たくさんの特典と一緒に皆さんをお待ちしております。はい。 というわけで今日のタイトルですね。自国の代表というお話をしていきます。今日はですね、自分への自戒も込めて、自戒の意味も込めて、自分に言い聞かせるという意味も込めて、あとは海外旅行によく行く人たち、そういった人たちに向けてお話をしていきたいというふうに思っています。僕は今ですね、アメリカに います今日はアメリカの Day1 ということで1日目の生活をしているんですけれども僕が海外に行く時にですね気をつけていること頭に必ず入れておきたいと思っていることそれについてお話をしますそれが何かというと何を頭に絶対入れておきたいなと思っているかというと自分は 日本という国を代表して旅行に行っているんだということを頭に入れておきたいと思っています。今ですね、特に日本、インバウンドがとっても勢いを増していて、たくさんの海外からの旅行をしてくれる人がいますよね。 僕は大阪に住んでいるので、特に難波だったり、あの、震災橋とかですね、あとは天王寺あたりの新世界だったり、梅田の、大阪の梅田とかですね、そういったところに行くと、もうたくさん人がいてくれて、まあ、とても嬉しい気持ちなんですよね。まあ、京都とか行くと、もっとすごいんだと思うんですけれども、このたくさん人が来てくれている中で、こんな経験をしたことがあるんじゃないかなと思います。 こんな経験をした人がいるんじゃないかなと思います。それは、ちょっと嫌な態度をされたとき、ちょっと失礼な行動を見たときに、うわ、この人たち何なんでこんなことをするのうわ、失礼だな。何もマナー分かっていないな。この人たちはどこの国の人やどこの国から来たどこの出身や っっって思って思思しままたこととあるる人もいいいんじゃないかなかす特にまあですねオーバーツーリズムと言われるくらいたくさんの人が,人が来てくれているのでこういう考えを持ってしまう人も中にはいると思うんですねでその時にですね例えばその人が、まあ、僕がですね海外でそういうことをしてしまって海外でルールを知らずに失礼なことをしてしまった時に あの人日本人か。うわ日本人ってみんなこんなんなのかな。日本人って本当に失礼なやつだな。マ,マナーも何もわからないんだなって思われてしまうということなんですね。日本のことについて知らない人そういった人たちからするとその日本という国の情報は僕自身からしか得られないわけですよね。 その人から、僕自身からの情報が全ての情報になるわけです。だから僕自身の行動が日本の全てを模範として表していると言っても過言ではないわけですよね。そういうふうに認識されてしまうというわけです。だから海外旅行に行くときは特に気をつけないといけない。それは自分は見られているんだと。 その国を代表して見られているんだというここの心構えを持っていくことがとても大切だなというふうに思うわけですよね。これを今は悪い例えをしましたけれどもこれをいい例えで言うとですね例えば僕が日本人代表としてですね いいことをしたとき、皆さんが周りの人たちが喜んでくれるようなことをしたときは、あ、日本人ってこういう人が多いんだな、あ,あ、日本人って本当に優しいな、思いやりがあるんだな、そういう人たちが多い国なんだなって思ってもらえて、そういった人たちに日本という国の良さを届けることができるというわけですよね。だから、この日本人代表として、もしくは、 まあ日本に来てくれている人たちですね、自分の国の代表として、私は来ているんだ、私は旅行しているんだ、という意識を持って旅行すること、これはとても大切なことだなというふうに思うんですね。で、僕自身のですね、今話をすると、今、アメリカにいるんですけれども、まあ、日本人の美徳として考えられていること、それは、謙遜すること、それが美徳とされているわけです。 日本では自分がいいと思っているようなことであってもそれを誇示せずに謙遜して「いやいや大したことないですよこんなん何なんでもないですよあなたの方がすごいじゃないですか」そういうふうに言って相手を持ち上げる相手を称えるというのが日本の文化そしてそれが美徳とされているわけなんですけれどもこれを海外でもやるべきかというとそうではなかったりするわけですよね これをやってしまうと、どうなるか。例えば、僕が日本について、日本ってどんないいところがあるの日本のいいところって教えてよ。どんなことがあるのって言われた時に、いやいや、なんもないですよ。あなたの国の方が素晴らしいですよ。って、これをそのまま伝えてしまうと、相手はどう思うかというと、ああ、そうなんや。で、終わりなわけですよね。 日本のその謙遜の美徳だったりを知らない人からするとあ本当に何もないんだなって思われてしまうわけですよね。業に入っては業に従えという言葉があるようにコミュニケーションの方法もやっぱり変えていかないといけないというわけです。 日本の美徳とされるこの謙遜の文化これは日本では確かに素晴らしいことだと思うんですけれどもこれを海外でそのままやってしまうと何も伝わらないコミュニケーションの方法というのもしっかりその旅行先の国に合わせてその上でコミュニケーションの形を変えて自分の国の良さを届ける何もないんですよというんじゃなくてああこういうことがありますね ここういういところ日本のいいところですよ。でも、あなたのそういうところもいいところですよね、というふうに、ちょっと加工して、伝えてあげる。生のまま、届けるのではなくて、少し加工して、伝えてあげる。ということが大切になってくると、思います。僕自身はですね、このポッドキャストであったり、ライスバーガー、スタジオであったり、いろんな活動を通して、日本文化を伝えたい、日本文化の良さを、広めたい世界に広めたいと、思っています。なのでですね、この 二ヶ月間、アメリカにこれから二ヶ月間住むんですけれども、えー、日本人の代表として、日本の文化をよりよく、よりたくさんの人に伝えられるように2、二ヶ月間、一生懸命頑張っていきたいと思います。なのでね、皆さんもこれから海外旅行に行ったりだとか、海外の人たちとコミュニケーションを取るときにですね、生のまま伝えるのではなくて、 あとは自分の国の代表としての意識を持って日本の良さを伝えてくれるような活動をしてくれたら僕もとても嬉しいなと思いますので皆さん一緒に頑張っていきましょう。はい。というわけで今日はですね、自国の代表というお話をしていきました。今日も聞いてくれてありがとうございます。ディスコードの無料コミュニティつながる日本の心では日本の心あなたの日常にというテーマで毎日 日本の文化、日本のことについて勉強できる特典であったりだとか、日本文化好きが集まるような場所を整えて楽しいコミュニティを作ろうということを今しております。ぜひぜひ興味がある方は、この無料コミュニティのディスコードチャンネルにお越しください。来てくれたらとても喜びます。はい。というわけで今日はですね、聞いてくれてありがとうございます。アメリカでの1本目の動画ということで、 あのうまく話せてたらいいなと思います、はい。というわけで今日も皆さん良い一日をお過ごしください。ほなまた。